はい、皆さんこんにちは、つくるです。前回の動画でね、すごい編集しにくいかなと思ったんですけど、意外と編集しやすかったので、前回と同じ形式で今日もねワイプで話していきたいと思います。今日のテーマはですね、腰を、いろいろ使うといろんな表現ができますよっていうのを、皆さんに伝えていきたいなと思います。腰を使うのがね上手な方は立体感がすごく見せるのが上手なんじゃないかなと思いまして、でまあそういうのをね少しでも皆さんと共有できたらなと思っています。それでは早速見ていきましょう。まずですね、基本的に2つの腰の動かし方っていうのがあって、1つ目は上半身と下半身を1枚の板みたいにして、その中心の要の部分が腰だっていう考え方と、あとは腰ね、骨盤っていう風な見方をして、骨盤自体をこう動かすという2つのタイプがあるんじゃないかなと思ってまして、まずはね上半身と下半身はねまっすぐのまま腰を、折るという動かし方をやりたいと思います。まずは1つ目、前後ですね、前と後ろ、それから右と左、左右ですね。であとはね、斜めっていう動かし方もありますね。はい、腰は正面向いたまま、右斜め前、左斜め後ろと、左斜め前、左斜め後ろですね。あとはね、腰を回す、ロールする動きもありますね。で、この場合も、上半身と下半身はまっすぐのまま、こういう感じ、下手やな、こうか、こういう感じでね、やりましょうね。で、続いては、骨盤を動かすっていうやり方です。基本的にはね、同じなんですけど、前と後ろ、前と後ろね、右と左、これも同じですね。ただね、真横というよりは斜め上にこう上げるような感じで、遊園地にあるあれですね、バイキングみたいな感じです。それから、これも同じく腰のロールですね。ロールで、この場合は上半身とか下半身はついてこないので、止めた状態でね骨盤だけをこう動かすっていうやり方ですね。そんなもんかな。あ、そうそうそう。で、あとそのアクセントのまま使い方なんですけど、そう、前とか後ろとかね普通に出すっていうのと、ポンポンってね、当てに行くっていうやり方ありますね。骨盤を動かすパターンも同じく、アクセントね、前で強く打ったり後ろで強くね、こういう感じでヒットする感じで、やると雰囲気があります。これね、ビヨンセとかねよくやってますね、イメージですけど。 それからね、あとは骨盤を、使うときに正面を向けたまま、円をね描くように描くっていうね。そう、さっきやってたのは、上から見た時にこう円になってるっていうやり方なんですけど、今やってるのはねこう正面から見た時に円になってるっていう、そういうやり方です。まあ、他にも骨盤ね、まあ、これはなんか本当はそんなことはありえないんですけど、お尻のね右と左お尻ありますよね。でその右お尻だけを回すとか、左お尻だけを回すみたいなイメージで動かすと、またちょっと違ったね、表現ができます。じゃあね、これを一回、ルーティンっぽくやってみましょうか。一緒に、せーの、前、右、後ろ、左。あ、そっか、これね鏡向きやと思ってやってくださいね。はい、一個ずつね4方向に行った後に、でこれをねつなげてぐるーっとロールしてみましょう。そう、反対回りも同じことですね。はい、ぐるっとロールします。反対もロールとね。この場合はね、上と下くっついてるパターンですので、こういう感じで動かしてください。はい、続きましては、骨盤がねだけを動かすっていうパターンですね。はい、ちょっとねこのズボンが黒くて分かりにくいんですけど、これもね4方向、前右後ろ左っ
ていうふうにやってます。はい、で腰のロールね、その4方向をぐるっとつなげてやってます。これがね、ダンサーがよくアイソレーションって言ってるやつの腰のアイソレーションでよくやるパターンですね。じゃあそれじゃあね、これを、使ってちょっと踊ってみましょうかね。曲に合わせて実際にちょっとやってみますけど、先に言い訳しておきますと、腰のね、いろんなパターンを見せたいというだけであって、決してね、僕はこれがすごく上手いです私というつもりでやってるわけではないというのを先に言いたいと思います。基本的にはね、腰だけを使ってやろうと思ってますけど、まあ、ちょいちょいね、手使ったらこんな風になるよっていう感じでもやってます。ステップと混ぜたりしてますね。さっきやった正面から見た時に変になるやり方、これロックとかでね、よく使いますね。斜めの動かし方、フォーコーナーとかもね、実は腰のロール使ってますね。そう、高低差をつけてアップとダウン、アップエンドダウン、ファンキーオールドマンとかもね、下からこうすくい上げるような感じの、腰のねロールですね、縦のロール、まあ、ソウルダンスとかでやったりしますかね。同じ一定のステップでも腰の前後をつけるだけでニュアンスが変わったりします。はい、まあこんな感じでしょうか、はい、ということで皆さん、参考になりましたでしょうか、もしよかったらね、またコメントでこんなん教えてほしいとか言ってもらえると、作る動画がねできるんで助かります。それではまた次回会いましょう。ありがとうございました。